長崎の街中にあるおしゃれな鉄製の看板。これらは長崎県の伝統工芸品、長崎手打ち刃物の一つ、かやき包丁の鍛冶技術で作ったものです。後継者不足など衰退する伝統技術を守るため、およそ30年前に南蛮ボードと呼ばれる鉄製の看板やモニュメントの製作を始めました。これらの南蛮ボードを中心となって作っている山口義人さんは、イカズチ模様という特殊な模様も生み出しています。30年前の南蛮ボード第1号は福岡にあるワイナリーの看板、今も多くのお客様を出迎えています。今年は長崎市からの依頼で街路灯を長崎大学と共同制作し、世界新三大夜景として知られる稲佐山に伝統技術の光が加わりました。長崎散策の際は異国情緒漂う街並みと匠の技を楽しんでください。